うちの同居人って正直料理めっちゃくちゃ下手なんですけど、でもたまに分けてもらうとなんか手作りってだけで美味しく感じちゃうんだよな。なこと言ってるから追い出されるんだよ。お米の話じゃないじゃん。あの、手紙届きませんでしたか？やばい、めっちゃすごい、めっちゃすごいんだけど。野生動物じゃないんだからさ。すいません、私携帯持ってない。ちょっと手伝って、宛名確認してって言ったよね。パリとアグラムシで仲良くやってくださいよ。日本私はバイトだけど、ちゃんと稼いでそっちの家賃まで払ってんだよ。いや、払ってるっていうか建て替えね。それは本当に申し訳ないと思ってるよ。でも私はそんなに気ままに自分の性格的に生きれないから。隔てて